オース未来のチャンピオン、どうもいげんです。今回は元トカゲ使いたくてパーティー持ってきました。専用技尻尾切りがめちゃくちゃ面白いので、僕なりにこうかなっていう運用方法を持ってきたんですけど、結構メジャーなパーティーになっちゃったかも。特にハッサムサザンドラあたりはめちゃくちゃメジャーですよね。まあ、正直上3体が僕の中でメインセンスになるかなと思ってて、下3体はもうどうとでもカスタマイズできるかなっていう気がするんですけど、元トカゲの活躍見たいですね。試合の方行きましょう。はい、対戦相手見つかりました。よろしくお願いします。かなりいい感じ。手がイルカマンから入ってきた場合、クイックターンとかしたいと思うんですけど、そこに尻尾切り合わせることで、身代わり残せたりとかするパターンもあるかも。今回ウェーニバル、ちょっと面白いんじゃないかな。いけそうな気がするので、ちょっと行ってみるか。あと1体、クエスパトラ、メタモンあたり？メタモンちょっと、楽しみにしてるから行ってみるか。尻尾切りからメタモンで身代わり残して相手のポケモンになるってなんかすごい面白そうじゃないですか。僕そこすごい期待してて、ちょっと最後一体迷ったんで出してみます。ありかな。どれぐらいいけるんやろ。ちょっと僕も分からずにやってるんですけど、すごい可能性は感じるんですよね。カバルトン、はい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 。もうさすがに尻尾切りが分かりやすい場面なんで、これ多分だけど、吹き飛ばしとかちょっと選んでくるんじゃないかな。ちょっといきなりトリッキーな感じになりますけど、尻尾切り読み、吹き飛ばし読み、流星群にとどめます。はい。あ、結構通る。HB かな？お盆。まあ、お盆まで行く。いい感じ。まあ、吹き飛ばしだと思うんだけど。ステルスロックから。はい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 。あ、ステルスロックから入ってくるなら、もう完全に尻尾切りから入っとけばよかった案件なんだけど、さすがに吹き飛ばし警戒しちゃったな。じゃあ一回ウェーニバルに引くか。まああくびとかされても一応トンボ返りで逃げれる。じゃあ逃げれる。あくび。まあ格闘タイプなんでね。ステロのダメージも最小限ということで、よしとしましょう。まあ、ここはトンボ返りしましょうか。カバルトン引っ込めた。さすがに自信過剰は食らいたくない。なるほど。で、イルカマン。あ、後発イルカマンなんだ。へえ、なるほど。鉢巻きなんでめっちゃ痛いですよ。後発イルカマン動きづらそうだな。さすがに、そのマイティフォルムじゃないイルカマンコピーしてもしょうがないんで、元とかゲー。面白い。これ、非常に面白いですね、この動き。で、相手こっちのスカーフまだ見てないんで、あ、でも、砂嵐で素早さ順バレちゃいました。相手がスカーフだとしても、こっちが上なのバレましたね。ということは、クイックターンは打ってもらえないか。では、ここ、尻尾切りでいいのでは。イルカマン、これさ、あれですよね。引っ込めるしかないですよね。だよね。さあ、符号。なるほど。いや、でも、これ、身代わり残せたの相当でかいと思う。しかも、元トカゲ、スカーフの締めの役割としても残ってるし。かなりいいんじゃないか、これ。身代わり残したウェイニバルが、爆誕しました。強いでしょ、これは。どう考えても。はい。いい感じ。砂嵐こっちだけ食らう。どうだ、もうここに水テラス切っちゃっていいと思うんですけどね。もうアクアステップ連打で全てを貫通して勝つ。いけるよね。いけると思います、水テラスで。面白いかも。尻尾切りからのウェーニバル。尻尾切りと相性のいいポケモン、誰だろうと思って、いろんなポケモン今試してるんですけど。でね、相性いいポケモンもそうじゃないポケモンもいて、あれかなこれかなっていろいろやってるんですけど、ウェーニバルめちゃくちゃいいかも。これ、楽しい。シャドーボール。あ、ここ上取ってるってことは、スカーフ確定か？だよね。ウェーニバルが S85 で、相手84で、こっち最速だから、スカーフ確定だ。はい。まあ、であれば、このアクアステップで上取れたんで、どっちにしろ問題なし。火力高。はい、素早さ上がって。いや、もう止まんないと思うけど。あと A ボタン押すだけ。サーフゴ引いてる。もうイルカマンで止められるってこと？カバルトン、お役ごめんだ。なぜ？もうスカーフ、サーフゴはどうしても残したいのかな。残さないと、そもそも元トカゲの上取れなくて、積んじゃう。っていう考え方かもしれない。自信過剰発動してるけど、イルカマンと11でなんとかしようっていう。イルカマンと11で勝てたら、裏のサーフを1体でスカーフで勝ち切れるかもっていう動き方か。
そんな感じに見えますね。けどサーフ号はサーフ号に対して打点がシャドーボールしかないので、シャドーボールでこだわると元トカゲに一貫しないし、多分メタも元トカゲで完封できてますね裏。ということで、はい、ハチマキアクアステップいきます。割とも水とかじゃない？テラスあるとしたら。うん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 。まあ、ジェットパンチがあるならそれをメタモンでコピーしても勝ちだし。まあ大丈夫でしょう。もちろんジェットパンチ。ジェットパンチ、ジェットパンチで落としに来てる。強い！危ない危ない。急所だったら全然結構危うかったな。まあでも。あ、でも耐えるんですね。硬。さすが、650族。が、なんなら砂嵐で落ちそうなラインですね。うん。大丈夫。地震過剰発動しないけども、問題ないです。まあ、仮に急所当たってたらどうしてた。まあ、どうにもなってなかったかもしれん。メタモンでコピーして、うんぬんかんぬんか。はい。まあ、じゃあ、ウィニバル3立てだ。しっぽ切りで一瞬の隙をついて綺麗に詰め切りました。いいですね。しっぽ切りからすぐウェニバルで試合作りに行くっていうのが成立することは稀かもしれないけど、でもこう一瞬の隙をついてね、どっかでウェニバルのこうゆり対面作ったらその瞬間ゲームが終わりかねないという、ヘイラ社とかいない相手にはこれ強いですね。はい、対戦手見つかりました。よろしくお願いします。まあウルガモス見たらウェニバル行きたくなるけど、モロバレルで止まるっていうのが非常にいやらしいでございますね。モロバレル、ウルガマス両方いけるの誰？もうあれじゃない、メタモンじゃない？この中だったら。そんな気がしますね。じゃあこの並びって、ハッサムは悪くない気がしますね。ウルガマスさえそのバレパン圏内でもいいんで削ってしまえば、それ以外の相手には割かし強め。まああとサザンもちょっとか。サザンのこと考えたらニンフィアでもよかったかもって今思い始めてる。結局、テラスタイプでね、毒とかなりますからね、サザンは。まあ、一旦こうしよう。ウルガモス。そらそうよね。じゃあ、尻尾切り行きますか。尻尾切りからメタモンで。あ、ここ先発堂々とウルガモス出してるってことは、ウェニバル止められる、そのモロバレル、もう裏にいるものと思っていいと思います。はい、じゃあメタモンですね。これで一応身代わり残した相手と同じウルガモスが出るという、ちょっとずるじみた動きができます。強いんじゃない？いかがでしょう。お相手も身代わり、なんと身代わりミラーなるほど、身代わり超舞炎の舞。なるほど、これ超舞積んだ方が強そう。こっち超舞積みます。スカーフじゃないんでね、超舞積み合えますね。で、相手が超舞積んできたら、オッケー、こっちモノマネハーブ持ってるんで、こっちもう一段階積めるんですよね、このターン。これ強っ。めちゃくちゃいい。最高じゃん。このモノマネハーブめちゃくちゃ強くない？やばいことやってる。いや、これはお相手嫌だろうな。ここ炎の舞かな。そうですね。ここは炎の舞でいいかな。積み合うっていう手もあるけど。さっき炎の舞打っちゃった。どうだろう。まあ、これで、こっちも特攻上がるチャンスがあります。相手が炎テラスとかだとちょっと押し合い厳しいかも。どうだろう。一旦早く詰めたのをいいことに。特攻上がる。素晴らしい。お相手も慌てて炎の舞。これはめちゃくちゃ有利だ。お互い身代わり削り合いましたけど、こっちの能力アップの方がはるかに強い。お互い炎の舞の効果出ましたね。はい、炎の舞連打します。惜しい。あとちょいだったんですけど。お盆、お盆っぽい。はい、なるほど。じゃあお相手からの攻撃もある程度痛いですが、こっちが1回多く超舞詰めてるんで、そうですね、こっちの耐久の方が上回りますね。よし、これでかすぎるな。これいけたのでかすぎる。かなりずるずるですよねこれ。
お相手の積みを奪って、いやいいなこれ、尻尾切りメタもおもろいな。あからさまな相手の積みアタッカーにしか出せないものがあるけど、でもここミミッキュか。いやさすがにここメタモンちょっと止まっちゃいましたね。影打ち影打ちで余裕で吹っ飛びますもんね。いやここめちゃくちゃ積んどいてもったいないっていう気持ちもやっぱりあるんですけど、ここ一旦メタモン引いてもいいよな。うん、ジャレツクではないはずなんで、シャドウクローか影打ちだと思うんで、ここは元トカゲでいいと思う。呪い、ああそういうミミッキュ、あ全然大丈夫全然大丈夫。そういうミミッキュだとしても、こう元トカゲ削れるじゃないですか。でトンボ返りで化けの皮剥がしつつ呪いを解除しつつという動きが取れる。元トカゲ偉い、めちゃくちゃいい、いいポケモンだよ本当に。うん、で後ろのハッサムでバレパンすればミミッキュも突破できる。相手のラス1が誰だろうとメタモンでコピーができるから最悪同速対決もできるし、まあそうじゃなくてもかなり元トカゲが早いので、ハスモのバレパンプラス元トカゲの上からのダメージプラスみたいな動きができる。ミキ身代わり、まあまあまあ大丈夫大丈夫大丈夫。結局相手呪い打たないといけないので、もしくはあれか、痛み分けになるか。いいことを思いついたかどうかわかんないけど、ここ痛み分けじゃないですか、お相手がやること。元トカゲに戻して尻尾切りで身代わり出してもう一回ハッサム出し直すはどう。そんな強くない、なんかそっちの方が強そう。一回これやってみます。これで、まあ、化けの皮は剥がれてるんで乗れ。オッケー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 。であればもうお相手自主退場兼って感じだな。自主退場兼ダメージプッシュ。これも元トカゲまた呪いで削れますけど、また引っ込んだらまた再生力で回復しますからね。こういう定数ダメージ系は何ぼ食らおうが元トカゲは引っ込みはどうとでもなります。でサザンドラか、なるほど。お相手まだテラス切ってないんで、ここテラスは全然ありそうな話ですね。あ、ここスカーフで上取れてるんで、一回尻尾切りからでテラスタイプ見る。え、テラスしてないマジ、何テラスですか。何テラスでしょう。メタモン出してみます。相手の技構成見ましょう。まあ多分こだわってるサザンドラだと思うんで、もう技構成で、まあ、そもそもこだわってるかどうか見て、まあ、悪の波動とかだったらそのままメタモンに悪の波動を打たせてっていう展開になりますかね。はい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 。ここテラス切らないの偉いですね。お相手身狩り消えてしまった。そもそもスカーフなのかどうなのか。ああ、マスカーじゃない、さすがに。まあまあメガネっていう可能性もありますけど、まあどっちにしろこだわりじゃない。一応ここフェアリーテラスなんですけど、今回のメタも広く強いなと思って。まあ悪の波動ならどっちにしろ半減なので、ここにテラス切る理由あんまないですね。ハッサムに鋼テラス切ってバレパンの威力上げる方が、効果ありそう。ダメージプッシュできればいいんで、命中安定技で削れたらいい。まあ悪の波動とかをしとくか。はい、何テラス鋼、なるほど。まあじゃあちょっとバレパン半減なんでどれくらい通るかなっていう感じですね。これでメガネ確定。はい、上取れてたのでかい。これメガネだったら耐え、あでも耐えるんだ。あ、まあそれなら大丈夫か。どっちにしろこれはさすがにオーバーヒート圏内なので、まあオーバーヒーが当たりゃ問題ない。オバヒ外したらもう負けなのか、これ。あんまそういうゲームにしたくないんだけど、もうちょい安全に行くルートないかな。いや、思い込みません。なあ、まあ多分ない。はい。オバヒ行こう。まあでもテラスタイプ見てから内訳できるのは、いいことですね。オバヒ、オッケー。当たりました。まあこの辺はやっぱサーフ号とかに打点持ちたいということで、搭載してるオバヒですけど、こういう時も役立ちますね。素晴らしい。対戦ありがとうございました。いい。メタモンがやっぱ刺さった試合だったんじゃないかな、これは。
うん。いや、それ、モトトカゲがすごい試合作ってくれた。はい、対戦相手見つかりました。よろしくお願いします。なんか、もっと理不尽押し付けた方が強そうだったから、尻尾切りから一回有利対面できたらめちゃくちゃ相手に負荷かけられるポケモンばっかりにしてみました。ちょ、極端すぎかな、構築。もう尻尾切りからもう試合作る以外の勝ち筋全く考えてないんですけど。まあ、こうして、まあ、チャーリーももう全然あり、この相手に。ゴーストタイプ2体なら、なんとかなる。まあ、時間ない。ハッサムかな。全然時間内に思いつかなかった。はい。まあ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 、でも悪くはないかな。メタモンとかもちょっと考えましたね。はい。ということで、お相手先発ロトム。一応有利対面ではありますね。ロトム側はどうするんだろう、ここ。ボルチェンとか。ボルチェン、高校ボルチェン一番嫌かもしれない。後ろどっち出しても高校から有利対面作られちゃうな。一回流星群とかで座ってみるのもありだったか。ロトム大幅に削れますね。ただ、それ、流星群打った後に高校ボルチェンもあんまり嬉しくはないんだけどさ。はい。まあ、一回これ出してみましょうか。まあ、ロトムには今回チャーレム行く気満々なんで、チャーレム行きます。はい、もうチャーレムはね、理不尽を押し付けるポケモンザナンバーワンですからね。ボルチェン、いやー、まあ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 、仮にサフゴが出てきてもシャドボ打ちづらいでしょ。後ろにあれがいますからね、モトトカゲがいますからね。サフゴ、はいはいはい、スカーフサーフ号とかだったら、ここモトトカゲ出すことで、まあ、シャドボなら OK、 ゴールドラッシュだったらもうあのスカーフゴールドラッシュを起点に後ろで研磨すればいいので、一旦こうかな。シャドーボー、はい、いいよ。で、打ち分けてくるかどうか分かんないけど、もう一回尻尾切りします。今すごい語彙が消えた。尻尾切りします。はい、引っ込めた。こだわってるっぽい。よし。サザンドラ OK。 サザンサーフゴーロトムね、できてきたよ、動きが。で、これどっち出すかちょっと悩ましいですけど、チャーレムかな。チャーレムいきます。これ身代わり残してるんで、かなりサザンドラ戦いづらいんじゃなかろうか。猫魂、あ、てかさすがにランクは潜るなら膝のワークインファイトにしてこようと思ってたけど、膝のままだった。やばい、ロマンすぎる。まあ、実はヘイラッシャーへの乱数が変わるんで、膝の採用理由も十分あるんですけどね。はい、猫魂から入れるので、サザンドラにかなり負荷かかります。猫魂の火力じゃねえ、強いぞ。さて、まあ、サザンドラひるませて、こっから読み合いになってくるんですけど、あ、どうだろう。でも、ここサーフ号呼びで炎のパンチをします。僕はもうチャーレも何回も使ってるから、ここでサーフ号出てくるってわかるんですねって言いながら悪の波動打たれました。読み負けしてる。あれ、インゲンさん、ちょっと読み分けてますけど、これどうすんの。悪の波動モトトカゲ受からないですけど、マジでどうすんのこれ。裏のハッサムで研磨するしかないじゃん、この展開。長らくのご愛顧ありがとうございました。チャーリーも本日をもちまして営業終了いたします。うわ、耐えてる。信じてたぜチャーリーム。発言が、一つもチャーレも信じてなかった人の発言でございます。まあなんとか、いや、なんとかなってる。サザン落とせたのめちゃデカですね、これは。ロトム出してくれるなら、チャーレムはクッションとしてまだ使えるので、ここは元トカゲに引きますよ。 OK。 やっぱちょっとハッサムがロトム苦手寄りなので、10万、あぶね、いい感じ。これ流星群かオーバーヒートかどっちか。まあ流星群かな。ロトム削りたい。オッケーオッケーオッケー。だいぶ削れましたね、ロトム。いいよ。さて、大詰めになってまいりました。こっからなんですけど、まあ、ロトムに対してチャーレム投げるのはオッケー。猫魂で落としに行きたい。んですけど、お相手も猫魂一回見てるので、いやー、炎のパンチに打ち分けたくもなるよね。猫で。よし、取る。なら、バレパン圏、ないかな。バレパン圏ないかな、それ。
どっちかな。微妙。え、でもここバレパン打たないとだよね、さすがに。自信ないです、ないですけど打ちますですよね。うん、いやさすがに他のタクないと思う。鋼テラスバレパン通ってくれ。ギリギリだろうな、多分これ結構ギリギリだと思う。ロトム電気テラス、え、ちょっと今完全に今録画できてるかのチェックで休みしてる間に相手がテラスタルしてた。え、バレパン等倍になっちゃったけどいいの相手。こっちがバレパンすると思わなかったのか。もう電気テラスでこっちを落とし切る以外に勝ち筋見出さなかった。さすがに2倍なら余裕ですね。お相手はあれか、そのハッサムがハチマキバレパンしてくれるんならそれはそれで勝ちだから、そのバレパン以外の技でこだわるのを咎めたかった。こだわりだと思って。こだわりじゃないです。いいぞ、泥棒でいいか。泥棒泥棒だよな、さすがに。電磁波、え、シャドボシャドボじゃないの。こっちお盆あるからシャドボシャドボ大丈夫って思ってたけど、よし、ちゃんと動く。いい感じ。え、あー、びっくりした、弱歩かと思った。まあ残飯持ってるサーフゴならさすがにもう一回泥棒の方がいいか。シャドボー、オッケーオッケーオッケー。だったらお盆込みで3体じゃない2体するので一回動けば勝ちだ。ああ、なんとかなりそう。よかった。対戦ありがとうございました。はあ、チャーレム。チャーレムが、あそこ、悪の波動を耐えてくれたの、実は結構でかかったんだな。助かった。ありがとう、チャーレム。信じてやれなくてごめんよ。はい、ということで今回のぶっちゃけ感想のコーナーです。今回8勝9敗でした。また負け越した。まあ、ちょっと懺悔の時間が長くなりすぎてもあれなので、ちゃんと元トカゲのフィードバックを皆さんにしましょう。元トカゲの今回の僕の評価は星5つ中 3? いやでもこれね、本当元トカゲ自身の評価というよりあれなんですよね、尻尾切りを使った裏のポケモンの評価次第なんですよね。ウェーニバルを入れてから目に見えて勝率ちょっと上がってるし、この裏のポケモン次第なので、元トカゲ自身の評価としては僕の勝率はあんまり参考にならない気がする。単純な使用感で言うと星4まで上げちゃってもいいかも。なんかその勝率で説得力なくねって言われたらそれまでなんですけど、今後の可能性を加味すると4寄りの3って言ってもいいかもって感じですね。ただもう完全に専用構築が必要だと思いました。適当なパーティーに入れて強いわけじゃない。ちなみにサーフ号とかは正直元トカゲとすごく相性がいいので、サーフ号とか入れてもいいかもしれないですね。サーフ号と元トカゲめちゃくちゃ相性補完がすごく綺麗で、サザンドラとサーフ号とほぼ一緒なんですけどね、ほぼ似た相性補完でこう尻尾切りを絡めてこうくるくるできるっていう点で、まあ、すごく面白いと思うので、まあ、それでもいい。ただサーフ号がじゃあ正解かって言われるとちょっとそこも微妙で、なぜかっていうとこの尻尾切りは有利対面を作ってからめちゃくちゃな圧力が出せるポケモンがやっぱ強いんですよね。サフゴも圧力強いっちゃ強いんですけど、どっちかというとこう振り対面が少ないっていうタイプの強さだと思うので、どうなんだろう、この元トカゲとどれくらいマッチするかはちょっと使ってみないと分かんないって感じでしたね。このパーティーの中で一番相性が良かったと感じたのはウェーニバルでした。有利対面作ってからの理不尽さを十二分に押し付けられるポケモンが強かったですね。なのでその自信過剰を持ってるポケモンで埋め尽くしちゃうとか、さすがにヘイラッシャーで止まっちゃうからそれはそれでやりすぎに注意なんですけど、相手を倒すこと、有利対面を作ってからのその展開の良さがすごくこの相性としてはいいポケモンなのかなというふうに思いました。のでその元トカゲと相性の良さそうなポケモン、皆さんもしそのこういうのどうって思いついたらコメントしてください。僕もあいいねって思ったらちょっと真似させてもらおうかなというふうに思います。個人的に使用感がすごく好きで、使っててめっちゃ好みって思いながら使ってました。すごい楽しかったです。はい。ちょっと流星群オーバーヒートがどっちもシーダウンで連発できない技だけどスカーフっていうのがちょっと噛み合いが良くなかったんですけど、どうしても火力
がないポケモンなのでこれぐらいしないとっていう感じでこう例を選んでます。トンボ返りの枠がちょっと選択かな、畑落とすとかでもいいのかもしれないなっていうふうに思いました。トンボがあると何がいいかっていうと、ミミッキュー対面とかですかね。トンボでポケの皮剥がしながら後ろに引けたりとか、あとマスカーニャ対面でトンボが安定卓になりがちだったりしますかねっていう感じです。あの尻尾切りメタモンも可能性を感じはしたんですけど、どっちかというとそれはミミズズの尻尾切りの方が相性いいかもって思いました。今回その元トカゲがスカーフじゃないと安定しないポケモンなので、スカーフを元トカゲに渡さないといけなくて、じゃあメタモンに持たせる持ち物何っていうと、まあタスキとかになっちゃうのかな。まあ、けど元トカゲの尻尾切りからタスキメタモンが活躍するシーンってどれくらいあるんだろうと思って、それならモノマネハーブの方が面白いかなと思ってモノマネハーブ持たせました。一回だけめちゃくちゃ輝きましたね、モノマネハーブ。ただそれだけだった。今回はメタモン使って同速勝負負けに負けまくったので、同速勝負で勝てたら勝ちっていう試合全部負けたかな。運的にも下振れた回ではあったかなっていう感じですね。急所に食らったり流星群外したり、まあ本当にいろいろ運負けもありましたが、でも一試合だけ運が決まったかなということで、まだちょっと元トカゲとのシナジーをうまくこう見つけきれてないっていう印象ですかね。パーティー解説動画出しといてなんですけど、相性のいいポケモン開拓できたらいいポケモンになるだろうなっていう印象でした。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。かわいい元トカゲ、めちゃくちゃかわいい。もうなんかこれで草原を走り回ってる、楽しそうにね、そのタッタカしてるのがめちゃくちゃかわいくて、ずっと使いたいなって思ってたんですよね。この再生力と尻尾切りっていうそのシナジーもすごく綺麗だし、まあ、使ってて楽しそうで本当にいいポケモンだなと思って今回出したんですけど、めちゃくちゃ使ってよかったなって思いました。はい、いいポケモンかわいいんだよな。使用感的にもすごく好みでした。いやけどうまく使ってあげられなかったなっていうのはちょっと心残りですね。まあ、あとあのいくつかありがたいことがありまして、かわいすぎる、ちょっといやーずる、いや、すごいありがたいことがありまして、まず僕のパーティー構築の解説動画が急上昇最大5位最高5位だったそうで、よくねあるそのゲームの人気急上昇みたいな、そのゲームカテゴリーに区切った急上昇とかもあるんですけど、それじゃなくてそのオールジャンルの急上昇の方に入って出まして、その凛としてしぐれとかエスポワールとか、なんかそういうすごい有名なアーティストさんとか YouTuber さんとかの動画の中にそのインゲンの名前が5番目に来てて、って自分でもちょっとびっくりしました。急上昇っていうのは単純にその再生数だけじゃなくて、高評価の数とかどれぐらい長く視聴されたかとかの視聴維持率とかも含めて、そのどれだけ評価を集めてるかっていう指標でこう総合的に見られるものらしいんですね。なので、まあ、皆さんが高評価とかをしてくださったのも相まってすごくいい結果をいただいて、もうすごく光栄でした。スクショを大事に撮りました。それもすごく嬉しいなっていうふうに思いましたし、二次三次バーチャル YouTuber の二次三次のクズハさんが、インゲンさんめっちゃいいよってすごいご自身の生放送で宣伝してくださったらしく、見に行きました。すごく聞きました。嬉しかったです。なんか2回にわたってすごいインゲンさんいいよねってすごい言ってましたね。オースミレのチャンピオンでしょ、オースオースってすごい言ってました。すごい優しい兄ちゃんって感じして、いいよね、初心者はみんな見るといいよみたいなこと言ってくれてて、はあ、嬉しいという感じでしたね。めちゃくちゃ、いや、動画作っててよかったなって思いますね。いや、にしてもよ、いや、ケンタテから今作にかけての僕弱すぎ、ちょっと本当にへこんでます、今。ちゃんとスカーレット・バイオレットの対戦になれなきゃいけない、まずね。相手のテラスタルが負け筋になりがちなんで、そこはちゃんとしとかなきゃなっていうのが一つなんですけど、いや、シンプルに、プレイング、なのかな、甘さ。いや、なんかでも全体的に選出とかもなんか弱い気がする。それで解説動画出すのどうなのって、そのいう風にもう一人の自分が囁くんですけど、パーティー構築に関しては僕めちゃくちゃ自信あるんですよ。まあ、あと一応僕でも言える範囲というか、パーティー構築のその基礎の範囲、僕でも絶対間違ったこと言ってないって、その自信のある範囲のところまでしかカバーしてないので、あの動画は。パーティー構築の、まあ、基礎、まあ、基礎は言い過ぎだけど、ガチ勢になるにあたって、まあ、みんな覚えていくよねっていう、内容はそこにまとまってるんで、まあ、それをもう世界一わかりやすくまとめたっていうことで、僕はあの動画でいいと思ってるんですけど、いや、かといってじゃあ指導者の腕がちゃんとあるかって言われると伴ってないんですよね、今んとこ。剣盾も今作も、そっか、一応前回の動画の後語りでそのガチパを使ってちゃんと練習するといいよっていうアドバイス受けたから、それで皆さんのレンタルパーティーを借りしてガチパを運用するようなサブロム作って、そのロムでガチパを回してプレイングとかを学ぼうっていうのも一応裏でやるつもりなんだった。まあそれでちょっと改善すればいいけど、いや今んとこちょっと
元気ないです元気ないというか、いや嬉しいこと続きですごいハッピーなんですけど、ポケモンに関してはもう日に日に自信を失っていくんで、やっぱ自信って大事ですからね。何事も本当に自信ってすごい大事だし、僕は例えば喋ることにかけてはすごい自信あるんですよ。とか皆さんにすごい声がいいって言ってもらえて、すごくそれは嬉しいなって思ってるんですけど、それもやっぱ言われるごとに自信ついてくるし、声とか喋りには自信があるけど、やっぱポケモンは結果が伴わないと当たり前ですけど自信つかないじゃないですか、まあ、この結果目の当たりにしたら自信も出ないわなという感じなんですけど、いや本当にギリ勝ち越してるぐらいなんで勝率が、いや難しいところですね。まあでもマイナーパーの中でもメジャーなポケモンをしっかり織り交ぜるっていうのは今作から意識してて、そのサザンドラとか僕結構今回のシーズンの初期とか使ってたと思うんですけど、まあそういうことは今後もやっていこうかなというふうに思います。剣盾の頃はもう堅くなり一体もガチポケモン使わなかったんですよね。使わない理由がマイナー使いなのにガチポケモン使ってるやんってコメントで言われるとショックだったんで入れてなかったんですけど、まあでもそんなこと言ってらんない、もうちょい上手くなりたいと思って入れるように今作からしてます。まで今んとこそのマイナーパの中にガチポケモン 1,2 体入れながらやるっていうスタンスでメインローム、まあ今僕が遊んでるこのインゲンっていうアカウントですね、ではその遊んでるんですけど、マジで勝てない本当にまあインゲンはガチパーを使うのが下手だとね前から言ってますけど、マイナーを使いすぎてねプレイングが歪んじゃってるんで、種族値が低いならではのねプレイになっちゃってるっていうのはやっぱすごい問題ですよね。ちゃんと試合を俯瞰してちゃんと相手の種族値とこっちの種族値を比較した上でその時々で最適な答えを出せるようにならないと、ガチパマイナーパ今後のパーティーを組んだ時とかもつどつど正しい判断が選べないんでね、ちょっとそこはちゃんと勉強していきたいと思ってます。いや本当に負けず嫌いなんでね本当に悔しい。この前そのワールドカップがあったじゃないですか、でワールドカップで日本はクロアチアに惜敗してしまったわけなんですけど、あの時も悔しすぎてめっちゃ悔しくて、試合が終わった後に全く体調悪くないのに僕熱出して悔しすぎて、それぐらい負けず嫌いなんですよ。なんでそのポケモンでそのすごい負けて悩んでる時、剣盾で悩んでる時に僕もたびたび熱出して、その1ヶ月ずっと熱が下がらないみたいなことがあって、その病院の先生ともそのポケモンほどほどにやりなよみたいな病院の先生に言われたりするっていうこともあって、まあコメントでねそのポケモンで病んでて草みたいなことも言われてたんだけど、いや本当にそれぐらい負けず嫌いなの僕は。ポケモンでやめるぐらい勝負ごとに本気なんですよ。だから僕も今やまずにいられてるのは本当にそういう身の回りにありがたいことがたくさん起こってて、皆さんが温かいコメントをしてくださるから持ってるマジでそこに本当に助けられてる。それなかったら僕多分その実況やってなかったら一人で病んでたと思いますね。なんでこんなに大好きなポケモンっていうタイトルで勝てないんだってじゃあどのタイトルを遊べばいいんだ僕は、ポケモン以外にねえよってなってたと思うんですけど、今は動画を待ってくださる方のおかげで続いてますねっていう感じです。本当に悔しい。やっぱ自信失っちゃってるから、そのプレイとかもすごいね消極的になってるし、まずハッタリでもいいから自信取り戻すとプレイも結構まともになってくるのかなっていう感じがしますね。明らかにこっち押せてたでしょって後から振り返って思うプレイミスとか、やっぱ間違った方を押しちゃったりするし、そういうのやっぱ自信のなさから来ちゃいますよね。自分のこうプレイが間違ってるんじゃないかってこう疑いから、なんかこう素直なタクを押せないみたいなのは正直すごいやっててあります、まあ、最近ちょっとポケモンばかりに根詰めすぎてもまたね熱出しちゃうなと思って、久々にスプラトゥーン触れるかと思って、スプラトゥーンもね X マッチが解放されてたんで、触れてないうちにおスプラトゥーン X マッチ解放されてるやろうと思ってやったら10連敗しましたねブランクがあったらすぐ下手になるのよ。もともとねその僕シューティングとかやったことなかったんで、そのプレイ時間、圧倒的プレイ時間でもうその間を埋めるみたいな、シューティング適性のなさをプレイ時間でなんとか埋めるみたいなプレイスタイルでやってたんで、いやブランクができると途端にもうダメですね僕は。ということで、何やってもうまくいかん最近の日々は、ということで、すごい悔しいんですけど、でもなんか何やってもうまくいかんっていうのをこう口に出して言えてる時点で相当なんて言うんだろう、精神状態は今いいですなんか僕が本当にきつい時誰にも言えないので、悔しいってことがうまくいかない悔しいって言ってる時はなんかそのいい悔しさを感じられてる時なので、ちゃんとプラスにねバネにできる悔しさを感じられてる時なので、今のコンディションはいいですね精神的な。はい、ということで、なんかあれだな、皆さんにアドバイスもらう生放送とかもやろうかな。まあ割とあとねパーティーの育成に毎回めちゃくちゃ時間かかっちゃってるので、ランクバトル全然潜れてないんですけど試合数、まあ多少なんか2回
回連続同じパーティー動画にしちゃうぐらいのね、ずぶとさを手に入れて、もうちょっとそのランクバトルに潜る、自分が潜って遊ぶ回数を増やすっていうのも、まあちょっと検討した方がいいのかもしれない。なんか YouTuber 的に毎回変化加えたくなっちゃうんだよな。やっぱね、動画毎回新鮮の方が面白いもんね。正直その僕が動画作る時のポリシーとして、自分にいつも問いかけてることが、その動画自分は見たいのっていうのは自分に問いかけてるんですけど、いや正直同じパーティー2連続は自分が見たいかって言われると微妙なライン、本当にギリ妥協できなくもないみたいな。けどできれば毎回違うパーティーが見たいような視聴者だったらって思うんですよね。あ、っていうのがちょっとごめんなさい、オチね何のオチもなく今自分が思ってることを話すだけの後語りになっちゃった。珍しくすごい独りよがりの後語りになっちゃってすみません。いわゆる自分語りですね。ポケモンと関係ないこと言って、その和やかな感じで毎回後語りしてたんですけど、今回はちょっと悔しさで自分語りしちゃったすいません、お付き合いいただきありがとうございました。でも聞いてくれたおかげで、皆さんにねお話僕がさせてもらえたおかげで、ちょっと元気出ました。頑張ろうって思えたので、これからも頑張ります。いや僕はその昔なんかポケモン対戦のことがすごくなんか分かってた感覚が、思い出せたらだいぶ変わると思うので、そこを思い出してちゃんと自信持てるまで頑張りたいと思います。まあ、これを見てくださってる方の中にね、勝てないって思ってくださってる方もいると思います。やっぱ僕の元に届くお便りとかは、パーティー構築見たら勝てましたっていうお便りがもう大多数なので、僕の視点だとなんかみんな勝ってるじゃんっていう風に見えるんだけど、そんなわけないじゃん。多分負けてる人も中にはいるはずで、まあ、そういう人も見てる方の中にいるかもしれないけど、一緒に頑張ろう。ずっと弱い人はきっといない。いつかね、壁が開ける時が来ると思うので、僕と一緒に頑張りましょう。僕もあなたのこと応援してるし、よかったら僕のことも応援してください。一緒に頑張ります。ということで、今回はここまでしましょう、ね、もしよかったらチャンネル登録とか高評価とか Twitter のフォローとかしていただけたらとっても嬉しいです。なんだかんだ動画撮るのは楽しいということで、また次回も楽しく動画撮りますので、よろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。お相手は人間でした。バイバイ。